ボンジョーノ、あっちゃんです。今日は5月の20日かな、月曜日。お弁当作っていきましょう。顔洗ってくるわ。はい、元気に、おめでさい、パッチリじゃないけども元気出していきましょう。はい、ということでね、お弁当作っていきましょう。食器洗い出しますわ。お弁当箱、ちゃんのお供えしていきます。はい、ご飯入れてきました。では作っていきましょう。何でしょうか。何も考えてない。それがあっちゃんやけどさ、ね、
いやー、寝たいわ、頭が回らんわ。うお、いつもの半分ぐらい遅い。うわ、やばいぞ。よいしょ、よいしょ。じゃあ作っていきましょう。卵。キノコブイヨン、完璧。では焼きましょう。今日はね、チーズだけ、生ハムチーズ、生ハムチーズ、チーズだけじゃ、海苔でよ。ここにね、海苔を入れます。よいしょ、よっ。
無理かな。はい、いい感じ。やっとね、フライパンどこ置いたか迷わはんですね。さあ、見ていきましょう。でも寝ぼけてるからね、時々どこやったっけなと思う時もある。正直ね、今ガスコンロのボタン押さんとグリルの蓋押してもらったよ。マジ朝寝舞台よね。すごいね。舞台はいうときに近くなんだけど、もういい感じだね。ちょっともんで、火傷しないようにね、気をつけて、こうしたらあかんよ。みんなは、ちゃんと、器でやってね。ちょっと器汚すの嫌やから、これやっちゃってるけど。毎回言ってるけどね、これは。
この家からね、上に入れた方がいい感じになってます。入れすぎた。レンコンさんと人参さん、
緑色味のピーマン、赤と緑。この前ってなんかオレンジのピーマンやから、子供の弁当にオレンジのピーマンどうのこうのやけど、ピーマンってもともと緑っていうのが普通のピーマンで思って売られてるけど、オレンジとかとか黄色とかね、色変わっていくのはダメなんじゃなく、熟してんのよね。ああなってくると甘みが出てきて、ピーマン本来の良さが出てくるね。だから緑やから苦いんやって。で、ピーマンっていうのはほんまは木の上であえて熟して、木っていうかね、枝のところであえて熟させて取るのが美味しいと言われてんやけど、流通の間に色が変わっちゃうから、あれやめて、緑のまんまで熟させて、だから、ほんまは家で追熟させて、色はあくまで落としてた、赤、黄色くさせた方が美味しいのは美味しいんやって。ただ、追熟させるよりも、もともと、ね、なってる中で、熟したやつを取るかですけど、だから自分のところで育てるんやったら、それができるのね。昔育てみたんやつ、今。あっちゃんガーデンでね、その時にね、本能をずらしたら、あんな色になった。ほんで、調べたの、その時に。だから、あの色変わって今、方が美味しいんだよ。今日は味付けめちゃくちゃいい。苦くないし。完璧です。こんな感じ。ちょっとおろっちゃったな。では。にいつものパターンで入れていきます。よいしょ。タコさんの足にチーズを打ち込んでおきましょう。はい。で、ここを。ブロッコリー。ちょっと緑が入る？はい。はい、できました。今日
今日は豚の、豚と舞茸の、オイスターいらんな豚と舞茸の何しようかな豚と舞茸の、生姜焼き、はい、と、生ハムチーズと海苔の卵焼き、トリュフ香る卵焼きと、レンコンと人参のきんぴらで、たくさんウインナーにチーズぶち込んだやつ、ブロッコリー、バジルチキン、はんぺん、チーズはんぺん、以上です。完成です。はい、いかがでしたでしょうか、今日のあちゃんのお弁当作り。明日から確かね、テスト、休みじゃないと、明日からテストになるからお弁当いらへんって言うとったと思うんでね、もう一回確認して、明日からちょっと数日ゆっくり寝れます。はい、ということでね、今日のあちゃんのお弁当作りこの辺で終わりにしたいと思います。いやー、昨日遅くなったからね、眠たい。また2時間ほどしか寝てないけどね、まあ、今日も頑張っていきましょう。いや、今週も頑張っていきましょう。あっちゃんの月曜日のお弁当作りこの辺で終わりにしたいと思います。またね、今日あたりメインの食材だけか、お弁当なかったら別に買い物ないか、まあ、ちょっと考えましょう。はい、ということでね、今週もみんな楽しくいきましょう。あっちゃんはお魚ちょっとあるんでね、そのあたりをちょっとさばいて、晩ご飯を作ったりいろいろしていくんで、で明日からまた、確かヒカルも明日ぐらいからテストやったような言ったような気がするな。ヒカルも明後日からやったかな。まあそんなんでね、兄弟大体同じ時期にお弁当給食ないんでね、お昼作っていかなかんで、お昼の分の食材も確保しなあかんからね、またちょっと近いうち行って、で今週テストの期間はお昼を作らなあかんから、そんなに出かけることがないんでね、まあ、大した動画は撮れるかどうかわからへんけど、新しい企画考えたりいろいろしていきたいと思います。はい、ということで今日もお弁当作り動画お付き合いありがとうございました。ということでね、もう今日早く、まだ起こす、でも8分前やからね、ちょっとゆっくりできるんで、向こうへ座ってちょっとぼっとしてたいと思います。ではまたね、バイバイ。今日も一日よろしくね。今日のあっちゃんのお弁当作り良かったと思ってくれた高評価、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。